はい、こんにちは、メダイコーチです。今日は、語学のコツということでみんなにまたシェアしていきたいと思います。まあ語学ね、外国語、まあ僕は日本人なので僕は中国語と英語を大好きでどんどん勉強してきましたね。時間はかかりましたが今や三角語は喋れるようになりました。で、そうか、今までのなんか学校教育でなんかこう学校で学んできたやり方以外のやり方の方が効果的じゃんということで、みんなにはその方法をね、いくつか、まあ本当に短いもう10分以内のビデオなんですけど、一個一個ちょっとみんなにシェアしていきたいと思います。で、まあ語学に興味がある、もしくは語学を勉強している人がね、なんかのヒントにしてもらえればいいかなと思っております。はい。で、前回というかね、前のあの動画に関しては、まずはめちゃくちゃシンプルなんだけどね、耳と口と目と手の中で、耳と口をたくさん使ってくださいっていうめちゃくちゃまあシンプルなことを伝えました。で、本日ですね、本日みんなにシェアしていきたいっていうのは、耳、口、目、手以外に、語学を習得するためにすごく大切なこと、ポイント、場所があるんです、体の中に。どこだと思いますか？はい、それはめちゃくちゃ大切ですよ。それはここなんです。Heart、Emotion、感情。これが言葉をマスターするにはすごく大切。もちろん文法だったりとかね、そういう基本的なそのあれ、まあ基本的なあとは単語を覚えるとかもちろん大切なんだけど、多分それ以上にね、このね、感情、エモーションっていうのは本当に大切になってくると僕は思いました。で、もっとシンプルに言うと、勉強、語学を何かこう勉強するときに、その外国語でなんか勉強するときには、なるべくここの心、気持ちが気持ちを動きながら、気持ちが動きながら耳、口、目、手を使って語学を勉強してほしい。なるべくどうしたらここが動くような感じになるかなっていうのを常に意識してほしいな。ただが本当つまらない教科書をさ、ずっと暗記するっていうのは心が揺さぶられないよね。つまんない。だけど、例えば、まあ、一番初めにこう耳でたくさん聞いてくださいって話をしたけど、もし本当に自分がめちゃくちゃ好きな動画で、面白い動画、もしくは自分が大好きな方が喋ってる外国語を聞くっていうのは、ちょっと心は確かにすごく楽しいよね、聞いててね。うん、心が疲れてる。あとは、最も心が疲れるやり方って言ったら、もう本当ダイレクトにその国の人と本当にダイレクトにコミュニケーションすること。人と人とのコミュニケーションって必ず心、ここが常に動いてるからね、いろんな感情が。で、うまく言葉が喋れなくてもがいたりとか、うまく出てこない、これも心めっちゃ動いてるからね。うわ恥ずかしいなとか、あどうしようどうしよう、もしくは何か伝わった時に、あ、なんかすげえ嬉しい、楽しい。人と人とのコミュニケーション、人と会話をする、人の話を聞く、しかもマンツーマンでね、これって一番原始的でシンプルなんだけど、やっぱり一番語学の習得に大切なポイント、なんでかというと心が一番動かされるから、ね、それをちょっと今日の、まあ、動画のポイントとして覚えてください。 OK ですか？今日のポイントは、耳、口、目、手で勉強する以外に、もう一つのポイント、心、感情、okay? 感情、心が動きながら、耳、口、手、目を使って語学を勉強すると、めちゃくちゃ習得が早いよってこと。それはもう自分が失敗、例えば喋ることがうまく喋れなかったとしても、心が動かされてるんだったらすごく効果的。
なんでかっていうと、心で感じたその出来事っていうのは頭の中にすごく深くこびりつくから、すごく深くねこびりつくんだ、感情と一緒にしたものは、なのでなるべくなんか楽しい、恥ずかしい、わかんないけどね、いろんな感情を感じながら言葉を勉強してほしい。それが今日は僕がみんなにお伝えしたい、アドバイスです。はい、以上になります。見てくださってありがとう。今回の動画を見せてくださってありがとうございます。それではまた。